SD の無人島で2泊3日0円生活マン VS サメ編を公開開始と同時に、今からここに10人の選ばれた美女たちがやってくるんですよ。他に持ってことありますか？全部ガチはガチなんですよ。風呂自体は川があるんで火がつけば作れるんですよ。風呂ってできますと断言はできない。殺して灰取ってやっても大丈夫なんですか？はい、あ、はい、そうなんですか。楽しみの方が大きい。大きいですね、全然、はい、これは新たな試み、はい、決まったんですか？そうです。え、順に決まってるんですよ。え、行くんですか？そうです。実際行ったらもうポキーンって折れる可能性があります。1時間で。わかります。でやばいんですよ。何が始まったのか。話は1ヶ月前に遡る。どうしたのかい。こういう撮影をしているとこ自分の後輩に見られるのは恥ずかしいですよ。チャンネル登録者60万人突破しました。やりました、ありがとうございます。なので、はい、なんかこう新たな試みというかですね、うん、伝統機のヒマラヤ取材から一旦帰国してすぐのナス D を会議室に呼び出し、ナス D の大冒険 YouTube 版で新たな企画を考えさせていた。その一方、ここ EX タワーから徒歩7分テレビ朝日本社では、若手スタッフによって芸能事務所に所属するタレント255人が参加する大型オーディションが行われていた。テレビ番組はこうやってできていくんだっていうのを裏側を見せるとですね、裏側のが面白いかもしれないですけどね。やめようか。制作の裏側を見せていくと。無人島って盛り付けしたり歌歌ったりはたまた絵描いたり、あれ全部ディレクターじゃないですからね、やってること。こっちが本業なんで、こっちだと思うんですよね。この番組後輩がやってますんで、どんどん入っていきましょう。ナス D の大冒険 YouTube 班が何の権利もないっつって名だたる事務所に声をかけていて、で結構大型のオーディションをします。まだそんなに世に出ていなくてもいいから、今後来るんじゃないかっていう自信のある人、自信あるタレントさん、もしくはめちゃくちゃヤバいタレントさん。ヤバいバルってのはそもそもどういう番組なの？あんまりよく分かってないんですよ。日払いって書いてたもん、全部始まってたの。だからこの途中からパーンと入ってきて、それはヤバイバのスタッフじゃないんですよ。ナスディの大冒険 YouTuber のスタッフがパーンと入ってくる。なんだったらその中でちょっと良さそうなタレントできたらもらっちゃいましょう。ヒマラヤ取材から帰ってきたナス D だが、ここでふとこんな疑問が。に関しては250人が今回集まったんですけど、これ逆になってるんですよね。オーディションが先なんですよ。アホなんですよこの番組。そういえばヤバいんですよ。企画決まってないのにオーディションしてんですよ。あ、そうですね、はい、その発想がやばいですよ。内容決まってないのにすごいでかいオーディションするんですよ。次のスターを探そうっつって作ってるやつがやばいんですよ。250人のオーディションするっていうのはこれはどうなんです？テレビ業界大きい、相当大きいです。だって全員事務所のタレントさんなんで。じゃあはい、この企画のタイトルちょっとつけていただいていいですか？ナスディの大発掘ヤバイバーを探せってどうですか？ここからは全く企画が決まっていないのに行われたヤバい大型オーディション1日目の様子を完全公開。ヤバいスタッフと一緒にあなたなら誰を採用したいか、そして最終的に誰が選ばれたのか予想しながらご覧ください。1日目は59人が参加、その結果3人の挑戦者が誕生する。借金が終わりました。借金200万くらい、2ヶ月だけなんですけど、家なかった時があって、お金ない時は外にいたりとか。ヤバいスタッフの評価は0点おはようございます。髪型なんでそれに？あ、これはその相方の留学時代のアメリカ人の友達がいるんですけども、坊主してよって言ってちょっと伸びてたんで、でお願いしたらここだけ綺麗に剃った状態でザッツオールみたいなこと言われて、ただそれだけです。もうこのままセブンイレブンにいます。だからオーナーさんと店長さんに、まあ、クレーム来るまでいいよ。Hello everyone, I'm Boohee Boohee, let's study English って言って、 May I help you って言って何か助けてあげるっていう。ヤバいスタッフの評価は満点。大臣の方に、僕の取り柄は体力がありすぎるところで、休みがいらなくて、バイトを5年くらいも
5つほど掛け持ちを続けてるんですけど、そこも自転車で通ってて、今日も自転車でここまで、新中野に住んでるんですけど、カッパ着て来ました。評価は0点。頭はかなりいいと思います。なんか英才教育みたいなの受けてて、もう小学校2年生くらいの頃からなんかパソコンなんか いじるのなんかやらされてましたね。学校行ってなかったんですけど、ただそういう学校が、そうです、ちょっと不登校でしょ。はい、まあそれ反動もあるかもしれないんですけど、一発逆転したいみたいな気持ちはちょっとあって、まあ、わわ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 わ状態でも今もとりあえずいい歌にできるっていうのがありまして、一口サイズのじゃがりこ、一口サイズのじゃがりこ、はいはい、できました。言います。食べやすい食べやすい食べやすいじゃがりこミニサイズですね。評価6点。斉藤里奈です。兵庫県の芦屋市というところで生まれました。3歳からクラシックピアノをずっとやってます。好きな食べ物は赤ワインとラム肉で、嫌いな食べ物は朝一の和食です。ここ2ヶ月釣りにはなぜかハマってて、あれって結構こう駆け引きじゃないですか。でそれはすっごい楽しいと思って、牛とか鳥は食べんのになんでなんかこう別のものなんか食べないものってあるんですけど、犬食べないしとか、動物ってみんな裸やのになんで人間って裸じゃあかんのとか、そういうのすごいあるんで興味は多分あるんですよ、そういうの。評価2点。やろうと思えばやれる。今は、アイドルで31歳でちょっとリーダー、アイドルグループのリーダーをやらさせてもらってるんですけど、今回サバイバルっていうことで、もう大阪なんで、もともと大阪ってのはもうサバイバルみたいなもんなんでね、ちょっと私にやっていけるかなと思ってちょっと応募させていただきました。よろしくお願いします。初期メンバーなんですけど、もう何人も見送ってて、うち5人なんですけど、今年3月で3人卒業して、この前も社長に事務所のそろそろマネージャーになるかって言われたんですけど、NG なんですか？ないです。NG とか言ってる場合じゃないですもん、だって切羽詰まってるんで、ちょっとの可能性もかけたいから。評価2点。ちょっとなんか最近になって余計になんかちょっと潔癖になりまして、まず家お家帰ったら絶対携帯をアルコールの消毒でダメなんですけど、ちょっとシュッシュして、服ももう、まあ、玄関で脱いで外についたやつあんま入れないみたいな、もう洗濯してすぐに。なーちゅにゃーままにちばわいむにゃまいむにゃまにゃまいむにゃまいむにゃまにゃまにゃまにゃ。やばいスタッフたちの評価は3点。私本当に友達がいないんで、インスタをなんだろう、リア充っぽく見せるために、一人やのになんか友達と旅行に行ってきましたとか、一人でご飯行ってもなんか二人いるように頼んでって普通に言ったらめっちゃ炎上して、これおばあちゃん死んだ時です。結構昔のヤンデル風な絵とかは全部親に捨てられたんですけど、今残ってるのがこれぐらいでした。評価2点。イメージは、私が地理が得意でして、ファミレスのバーミヤンなんですけれども、あれ実際は、アフガニスタンの首都カブールから北西に約240キロ行ったところにある、バーミヤンという都市から来てるんですね。中華料理屋さんじゃないですか、バーミヤンって。アフガニスタンの都市なんでなんだろう。バーミヤンっていう都市が昔シルクロードで、ヨーロッパからアジアからもいろんなところに貿易のその中継地点となっていたので、ファミレスとしてその広く親しまれたいっていう思いを込めてバーミヤンっていう名前にしたそうですね。はい、評価0点。楽しそうだなって思います。ずっと私生まれてから今まで東京なので、だからなんか外の世界に行くとすごい新鮮だなっていつも思うので、なんか見てきてない景色ってすごいいっぱいあるんだなって思ったら、できることなら全部見たいなと思ってます。
だから今まで事務所に結構って言われてたんですよ、喋る場面とか、まあまりにも私が黙ってられないので、ちょっとお前黙ってろ。評価は高得点。昆虫食とかそういうのにもちょっと抵抗があんまりなかったので、あの高田馬場にあるんですけど、ミャンマー料理のノンブインデイっていう竹の中に入ってる小さな昆虫みたいなのを揚げたもの、美味しかったです。カリカリしてこう チーズがちょっとかかってるのかな、はい、チーズ風味がします。へえ、まあ、今一番ちょっと挑戦してみたいのはあのフィリピンのバロットなんですけど、あのアヒルの卵がこう生まれる前の直前の状態で茹でて、はい、あれすごい元気になるみたいで、真正面の壁はすごい綺麗なんですけど、すいません今後ろ振り返ったらめっちゃ汚いのと、こんなもんですか、なんか置く場所って。普通もうちょっとこっちありません、普通は。なんか評価4点。一応ダンスはやってるんですけど、まあ、ビジュアルの方ですね、うん、ビジュアル担当で見ていただいた、はい、これ大体集まっちゃうので。なるほど。対処法が 3% なので。今 3% ですか。今 3% 切ってますね。すごいですね、はい、3% だと風邪ひきやすくなるのが僕聞いたことよく言われるんですけど、逆にその風邪を寝込ませちゃうぐらい僕元気でしてちょっとまだ記憶会に入る前ですけど、はい、女の子はその8人中5人ぐらいいたんですけど、1ヶ月以内に全員にこう言われたりだとか、1人や2人に告白されたっていうのはもう正直1キロ散歩すれば起こり得るかもしれない。やばい。スタッフの評価は当然じゃないですか、モテるってそういう感覚で。4点。言葉をいただいたら即興で、あの全くひねりのない0点の謎謎を作ることができる。ジャスミンちゃん、ジャスミン茶、香りがいいお茶だよ。なんだ。メガネ。メガネ。よく物が見えるようになる器具。なんだ。ホワイトボード。ホワイトボード。書いたり消したりできるよ。なんだ。現場では受けていたが、0点。つけてると。アントニオ猪木がニートだったらっていうのあります。元気があっても何にもしたくない。ありがとうございました。そうですね、ダメな人、クズ、ゴミって言われますね。クズと呼ばれたくないです、はい。だから、テレビに出て、出てるからって言いたいです。評価、0点。自己 PR はですね、やばいぐらい、まあ、ポジティブなことと、やばいぐらい、まあ、小食なことと、まあ、やばいぐらい怖がりなことです。評価1点。はい、キャンプがめちゃくちゃ大好きでサバイバルと聞いたのでぜひ参加したいなと思いました。携帯依存症でずっと携帯をいじってて、で休みの日とかも漫画とかずっとゲームとか家で過ごしてるので、そのサバイバルとのギャップとかを見せれたらいいなと思ってます。とにかく幽霊とか怖がりで、で一回怖くなって走ってバーって一人で逃げたんですよ。けど一人になったらその状況も怖くなって、結局またみんなの場所で走って戻っちゃうっていう、そういう感じのところがあります。これトートラインヒッチって言うんですけど、日本語で自在結びって言うんですよ。ゆっくり下に引っ張ったりして、はい、これトートラインヒッチって言います。ありがとうございます。ほどすぐほどけるしみたいな、すぐほどけますね。そのアナウンサー特集で結構出してもらってる時も、あのセントフォースの人とかは何々ちわんみたいな感じでこうなんかよしよしって感じなんですけど、私なんか虫けらみたいな感じでさっきかも大好きで、家であのブラック日課のすごい大きいやつとかを一本一人で開けてて、でみんなに電話をかけて、あのこんにちはとかって言ってこんばんはのに夜中とかにかけてすごいもう本当に飲んでるんです。テレビとか見ながら初めは喋りかけてるんですけど、テレビにそうだよねとかって言いながらやってるんですけど、だんだんちょっと虚しくなってきて、でちょっとこんにちはとか言って親とかいとことか友達とかに電話をかけて嫌がられて切られたりとか着信拒否されたりとかしながら結構厳しいんですけど、合コンも毎日行ってる時、週7行ってる時もあって、最近はちょっと週1とか週3とかになってきたんですけど、合コンに行っては婚活をしアピールをし、お酒を飲めるよみたいな、晩酌できるよみたいな感じで行くんですけど、逆に振られるっていう、なんかもう本当になんかありがたいことに、あのキモいとは言われるんですけど、あの嫌いとは言われない。
キモいとかキショイとかはちょっとやっぱりツイッターとかもエゴサーチしたらこのアナウンス気持ち悪くないか言われてて、やばいスタッフに大ハマり。僕あの養成所に通ってまして、6人ほど組ませていただいたんですけど、その人たち全て養成所辞めさせてしまうっていう、で養成所の中でちょっと死神みたいなことで呼ばれていましてちょっとやっぱり友達作るのが苦手で、友達の家に遊びに行った時にピンポンを押せないんですよ。もちろんゼロ点。自己PR、まあ、僕はゆるっと生きてるのが、まあ、本性にやってると言いますか、流れるままに生きてます。お願いします。どこでも寝れると思うんで健康の面は平気だと思います。男には手厳しい。ゼロ点。せっかくから来ましたスパローズの森田です。すいません、恥ずかしながら芸歴が24年目になります。売れてなくてやっぱ24年続けてるって相当やばいなと思うんですけど、辞めずにやってるっていうのと、すげえ陰口言うんで、あの世の中で一番面白いの先輩の悪口だと思ってます。最近一番受けるのはやっぱ小堺さんの悪口。評価2点。ボケ小食とか言われてて、ちょっとその他のコンビとかが昔使ってたネタでだいぶ前にやったやつとか、もう一回もらってたやつ。アフリカ2年前行ってたんですけど、ガボンってとこ、はい、山の口で2週間キャンプしたんですけど、それ民間人で初めて入ってたんですけど、死ぬような状況が3回ぐらいあったんですけど、面白かったっすね。なんかその経験を楽しんで、死にかけた話になぜか爆笑。そうっすね。5点。面白いですね。ウルトラ爆笑フィーフィーコント、テジラフィー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 。太ってる父親と本当背の低い母親と、まあ、どっちも死んじゃったんですけど、ハゲてるじいちゃんが2人が掛け合わさってできて、もう全部悪いとこだけなったんですけど、その代わりにあのやばいスタッフたちに大ハマり。高得点。やばいやつを集めてるってことで、まあ、あの私が選出されたんですけど、心外だなと。全然自分でやばいやつと思ったことないんで、ただちょっとギャンブル依存症が強いくらいで、競馬行きたいがためにオーディションを休んだことはあります。評価0点。その日は僕ね、うん、あの顔が濃いじゃないですか。確かに濃いですね。だから、うん、あの濃厚なぞなぞっていうのを出す。濃厚なぞなぞ、はい、聞いたことない。ないない。ちょっとじゃ問題、食べると言い方も濃いんだね、うん、勝負に勝つ食べ物なんだ。チクタクチクタクチクタク。とんかつでなくブー。何正解は、うん、味噌カツ。いや濃いね。ありがとうございました。暗いんですよ簡単に言えば。これ今でこそちょっと明るめに振る舞ってますけど、スタートはすっごい暗いところからスタートで、自分が遅刻してきても怒ってるぐらいの感じで。評価0点。そのドラえもんの知識みたいなのを使って、何のサバイバルの知識もないですけど、ちょっと秘密道具風になんか作れたらいいかな。足が疲れてる時はなんか枝を探してきて刺して膝にスパンが来ないようにする道具作ってみたりとか、みたいなのはできるかなっていうふうに思ってるんですけど、はい、評価0点。ありました。あの僕結構出身が田舎でして、はいはい、子供の頃とかよく茂みの中とかで中村遊んでました。一応メガネ取ったら羽生結弦選手に似てるって。あ、本当ですか。はい、あ現場では受けていたが0点。いや自分のことやばいと思ったことは正直ないんですけど、マネージャーから見てやばいところがあるということなので、そこを出してもらいました。潔癖なところがあって、あの精神的潔癖でもあるんですけど、お箸の直箸、あれが本当に一番ダメ。バイオ的な汚さは OK、 みんなで、ね、何食べましょうって言った時に、そこ直箸で食べるかっていうと食べれないと思います。その水自体、汚い水たまり
だ、あ、水飲もうは多分 OK なんですけど、ペットボトル飲むはちょっとで特に男性がダメです。男の人はちょっとやっぱなんか汚いと思っちゃうあ、舞台とか前結構やってたんですけど、なんか舞台とかってこう短期間で長時間一緒にいて、はいはい、なんか謎の絆みたいなのできるじゃないですか、はいはい、できるんですよで飲み会とか行ってなんかちょっと演劇論とか語りたがるんですよ。そういうの本当ダメでいやいやいや、売れてから言ってくれよって思っちゃうからだからあの毎回私だけ溶け込めないで、千秋楽迎えた次の日に LINE グループを抜けるっていうことを繰り返してる評価4点セクシー社長でやらせていただいてるんですけど、まあちょっと谷間出せばいいかなって思ってるところはありますね、はい、アイドルグループで一緒に飲めるアイドルをコンセプトに活動して5年なんですけど、飲むしかないないない、飲まなきゃソンソンソンとかテキーラテキーラえワンツーイヤーボン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 みたいなやつですかね。評価1点お昼はエレガ、夜はノミドル、アスククラスです。ファッションよろしくお願いしますワッショイはなんかなんか宮川大輔さんのワッショイはカタカナなんですけど、はいはい、平柄ワッショイは私だと思ってて、とここでナスディ入室緊張するじゃ緊張するんで、ちょっと飲んでもいいですか。あ、どうぞ。それ何ですかそれは。いや、テキーラローズなんですけど、テキーラちょっとお酒を飲まないとちょっと食べれないんで。やばい。スタッフたちの評価は意外と高かった。割合というか、割合はもう若干というか全然ライターの方が多くて、私もだからグラビアやめたつもりじゃないんですけど、結構出版の方には吉田さんって元アイドルですよねって言われちゃって、いやまだ脱いでますよっていう感じで返してます、はい、評価0点。去年の10月までマジョピチュっていう4人組のグループアイドルグループにいたんですけど、そこがイリュージョンとか、あとピンのステージマジックとか、クローズアップのマジックを中心にやったりとかもしています。私バイトとかあんまりしてないんですけど、父からブラックカードを一応中学生の時からもらってまして今日月に30、40ぐらい使って生活してるって感じですね。やばい。スタッフ、お金持ちには手厳しいのか。評価は2点。はい、栃木県の益子町出身の井上さくらです。趣味はぬか漬けをつけたり、昆虫食を食べたりするのが好きです。よろしくお願いします。高尾山に行って昆虫を取ってそこで食べたりとか、でもムカデとか、あとゴキブリとかも食べましたね。タガメとかでもこうやって爬虫類ショップでこうやって庭の買ってきて揚げて食べたりとか、近所のセミを取ってきて揚げて食べたりとかしてました。カブトムシの頭は美味しくて体はあんまり美味しくなかったりとか、あとムカデも私はあんま好みじゃなかったですね。漢方みたいな味がして、バッタはやっぱジューシーでなんか肉厚で私は好きでした。あとは、今日も持ってきたんですけど、ミルワームの昆虫のクッキーを今バレンタインで作ってきました。じゃあ、モンペ作り。あ、モンペこれ自分で入ってきたんです。自分で作ったので、小学校の時に集めたハギレとかこういうちっちゃいのも全部取って瓶の中に入れといたやつをこうやって継ぎはぎして作りました。リーダーシップは取れないと思うんですよ、正直。現場を見に来ただけなのだが、ヤバいスタッフたちのオーディションを見かねたナス D が、3日とか1週間とかやってくださいってなった時にこれはきついなみたいなことあります？自分の中では本当におならが結構本当に臭いんですよ。本当になんか冗談抜きで本当に臭くて、教室でおならしたら一回結構換気をするために一回授業止めてそれは大丈夫です。井上さんが人に迷惑かけるのは大丈夫で、井上さん自体が1週間で、自分はないです。はい。どうしてニヤニヤしているのか、ここに
ミルワームを入れて、今それを考えながらずっとオーディションを受けてました。そのミルワーム、生きたミルワームがここに入ってるんですけど、ここに自分は入れているっていうのでニヤニヤしながらというか、あの楽しくできました。こうやってミルワームを。昆虫食は昆虫が好きでやってるのか、食べるのが好きでやってるのか。あ、昆虫食は感動したっていうのがあって、なんかあのエビとかそのタコとかって今普通に食べてるし、で昆虫食べてるって言ったらってすごい言われるけど、でも実際タコとかエビって最初に見たらすごい衝撃なフォルムしてるじゃないですか、形してるから。だから多分10年後全員食べてるなと思って、昆虫食だから。それに気づけたことにすごい感動して食べてます。走るの結構早いんです。あ、走るの本当にすごい好きで、1日10キロぐらい走ったりとかしてて、はい、毎日走ってますよ。評価は満点。まあ、基本的に、あまりノーと言わない、やれと言われればやりますけども、あまり魚を取ったりすることはどちらかというと苦手なの で、 あ、生き物とかは誰かが捕まえてくれたものを食べたいタイプなんですヤバいスタッフたちと話が噛み合わず、評価0点。こうちょっと見栄を張っていい子にしてる時は、まあ、あるんですけど、仲良くなると変だねって、あと横暴だねっていう。こういう見た目がヒョロいんで、妖怪の役が一番得意なんです。神のゴンゲが立ち去るところをすごい褒められたんで、はい、それやってます。あ、いいですか。このうなぎをプレゼントしたい人がいるんだよ。最終的に私が取るんだ。誰にも渡さないよ。諦めな。ヤバいスタッフたちの評価は3点。普段は大相撲が大好きで、大相撲関連の仕事が多いですが、なんか真面目なイメージがすごく最近自分に合ってないなと思っていて、いろいろあの殻を破りたくて今回このオーディションに来ました。よろしくお願いします。お相撲はあの両親が大好き で親戚も大好き でちっちゃい頃から家町で町をしていて、過去は一番最初武蔵丸関が好きで、こう最初左四つだった時右四つになった。あたりからも大好きで、そこから海王関、武蔵山関、妙義龍関、照ノ富士関で大野将関。虫とかカエルとか。あ、でも食べれちゃうと思います。はい、あんま抵抗はないです。お酒は飲まれますか。お酒すごい好きで、あ、それこそ力士の方とその打ち上げとかでも一緒させていただくと、かなりの量をなんかちゃんぽんされて飲んでるんですけど、とかも普通に飲みれます。それで酔っ払って動けないとかなったことないです。ちゃんとスッて帰ります。あと女子の友達が圧倒的に少なくて、その同世代の子と会話が合わないですね。それなんでですか。好きなことがやっぱ大相撲とか、なんか野球とか、はいはいはい、最近競馬の番組も始めて競馬も好きになったりとかで、かなり男っぽい性格だと思います。好きなものは好き、嫌なものは嫌。なんか女の子がいて、でサバサバした子だったら大丈夫なんですけど、はいはい、男っぽい子だったら、はいはい、めっちゃ女の子っぽい子がいると、あーもうだるいってなって男子のとこ行っちゃうと思う。嫌なことは話さない。マネージャーさんがめっちゃおもろいんですよね、はい、これ書いてる。おそらく友達はいない、本人はいると言うと思う。本人は自分をよく見せようとするはず。言っちゃいながらはいと言う。ヤバいスタッフたちは美女に弱い。はい、ウサギになりたいマイピョンこと日野舞です。バラエティとかグラビアとか、あと麻雀番組とかやったりして活動しています。Gカップです。よろしくお願いします。そうですね、あんまり頭が良くないんで、あの車の免許を取った時も仮免許19回落ちて、本免許も2回落ちまして、2年くらいかけて受かりました。虫は食べれるし。ああ、そうなんですね。グラビアであのグアムとか行ったりしてた時に、お土産で変な虫 あの乾燥したやつをお土産に買ってって、はいはい、みんなで食べ比べとかしてて、そんなになんか虫嫌だなっていう感じもなくて、触れるし食べれるんですけど、あ、魚が触れないです。
評価2点。飾られた行き場のない押し寄せる人波に本当の幸せ教えてよ。壊れかけのレディオ。友達が400人ぐらいいるんですけど、深い友達がいなくて、なんか自分の中の正論があって、それを否定されるのがめっちゃ嫌なんですよ。なんか自分の意見が先になっちゃうっていうか、止まんなくなっちゃって言っちゃうんですよね。なんか人から難しいって言われるので、会う人と会わない人がはっきりしてます。結構サバイバルとかそういう過酷な生活みたいなことを考えてるんですけど、むしろしたいです。なんかたまに人間って何なんだろうとか思うことがよくあってなんか人間の基準って何なんだろうとか思っちゃって、自分の限界が分からなくて、で自分って何なんだろうっていうか、なんかただ淡々と今まで生きてきて、なんか自分が悔しかったりとか、例えばさっきいらっしゃったあのホリプロの女性の方だと、はい、虫すごい食べますっていう話だったんですよ。虫だけで1週間ってやってみようかってちょっと考えやすかったりして、自分的にピアノでも何でもいいんですけど、こういうことをしてみたいとか、いや見せ方として、はい、何もないんですよ今正直。だからもっと自分を表現できる人になりたい。ナス D は気に入ったようだが、ヤバいスタッフの評価は3点。お願いします。三田寺ありさです。仕事以外は寝ているか、ゲームをしているか、動物園に行っています。激辛料理が好きなんですか？あ、大好きなんですけど、はい、すぐ下痢になっちゃいます。特技はモノマネ、そうだね、これやるとちょっとしらけちゃうよね、みんなやるから。でもとっても似てるって言われる。はい。あとは最近一円玉が鼻の穴に9枚入るって言ったよ。前の男性と同じ3点。はい、そうです。お料理が、はい、好きというか得意なんで、あとまあ釣りとかも経験したことがあるので、はい、その辺の食料系はもしかしたらいけるかもしれないですね。台風島というかもう頑張るっていうところ限界まで頑張るっていうところですね、はい、今回の番組がそのガチガチにサバイバルやるっていうより、簡単に言えば芸人さんなんで74時間ずっとネタしながらサバイバルするみたいなこととか、例えばお酒好きな人だったら水一滴もダメだけど酒だけ渡すから料理も飲む酒みたいなことなんです。こういうのならできるよってありますかね？無遊病も寝てる間にこう、はい、近くに置いてあると、はい、ポッキーとかだったらこう箱を開けてこう食べてるんですけども、はい、なんで無遊病の芸人を3人集めて、はい、寝ながら早食い対決するんですはちょっとサバイバルには薄いっすかね、はい、やばい。スタッフの評価は1点。アイドル取り替えドリチューンでーす。レブー。ここでヤバいスタッフにオーディションを任せるとこんな話に。全部って全部こうひとまとめにすると愛だと思ってて、私前の彼氏がめちゃめちゃ DV だったんですね。でも本当に命の危険が出てきたんで無理やり引き離されたんですけど、周りの人たちに。でもそれぐらいなんかもう私感覚がよくわからないんで、多分突き落とされたというか何をされても愛だってなるんで、私はそういうところが多分観点ずれてるんだろうなって思います。だから何でもできますっていう感じです。アイドルの最近サードシングルをね出しまして。売り物ですよね？はい、売り物です。アイドルも買いますよ。いやそんなんいいです、ダメですよ。いやだ、ちょっとやめてください。それはそこで聞いてくださいね。一回は聞きましょう、とりあえず。ちなみにいくらですか？これ1万1000円で。じゃあ買いますよ。いや、譲らないじゃないですか。申し訳ないんで、1000円ぐらいだ。いや、金出すのはオタクたちでいいんですよ。オタクたちが金を出すんですよ。すぐ買うんで、オタクは。大丈夫です、大丈夫ですよね。ヤバいスタッフは高得点。運動神経は多分そこら辺の人に比べてかなり高い方だと思いまして。はいはい。ボーイスカウトもバカしやってたんですよ。ボーイスカウトもやる。評価0点。つい最近僕ちょっと感触持ちみたいな感じですね。マクドナルドでクーポンが全然読み取らなくて、マクドナルド、はあ、そこでなんかもう帰るわっつってマクドナルドの店の
出た道路でこうやって寝そべって「あんなこと何せ!」みたいな、なんか気が付いて頭真っ白になってて言ってて。そういうのいっぱいあるんですよ。クラブの VIP ルームで女性と喋れなかったらおもんないだよ。会話は盛り上がるも0点。ずっと10年ぐらいエアコンのない部屋で今住んでるんで、まあ、暑いとこでも寒いとこでも全然暑さ、そうです、ちょっと何言ってるか評価0点。お酒好きなんですか？お酒は好きです、はい。飲むとどうなっちゃうんですか？記憶なくして、今年今2回おねしょをしてて、で、帰ったとすごく手が震えてきちゃうんですよ、次の日のお酒抜けた時ぐらい。ただ、もつ鍋に僕ごまをみんな振るんですけど、みんなスプーンですくってこうやって振るんですけど、僕もすくったとこからもつ鍋まで持たずにずっと震えてるビールサーバーで継ぐとき手震えてる分のきめ細やかな泡が出てる。例えばめちゃくちゃ仲悪い人5人でやるとか、はい、お酒好きだったら水使わずにお酒だけでサバイバルするとか、お酒は面白いなと思うんですけど、他に何かあったらちょっと。僕パッといつも言うのが、好きはもう三種のチーズ牛丼が好きで、だからもうそこからずっと三種のチーズだけを好きやったら絶対食べてるんです。三種のチーズ牛丼1週間とかは全然チーズが好きなんですよ、牛丼が好きなんです。いや、3種のチーズ牛丼っていうのをコラボレーションが、なんか松野明美さんみたいなちょっとでもナス D が退出すると再びヤバい雰囲気に。あ、これはですね、キャバクラに体験入店をして作ったんですよ。サバイバルと全く関係のない話にわざわざ足を運んで作りました。あ、はい、キャバクラ嬢を好きになってしまったサラリーマンの気持ちを歌います。する人で、そいつがもうめっちゃムカついて、そいつの曲をいっぱい作ってましたね。そう、その人マジシャンだったんですけど、隠すのは下手だったんですよ。はい、残念ながら。やばいスタッフたちは高評価だった。僕はその小学校3年生の時にその人殺しを目の前で見たことがあるんですけど、それきっかけでその目の前で殺された人が僕の後ろに乗っかってたんで、死んでる人だ生きてる人だっていうのをなんとなく見分けながらずっと今まで生きてきました。具体的にはなんですけど、鏡には絶対映んないんですよ。ホラー映画で驚いてる人の顔と幽霊を一緒に映すことができるんで、めちゃくちゃ流行ったんです、その手法として。ナス D 不在でもはや何のオーディションかわからないが、謎の高評価。まあいろいろあったんで離婚とかして、あ、でも好感度を上げたいですね第一にご飯屋さんに行った時に、僕マスクして帽子かぶってたんですけど、店員さんの人が、あれ勝手に信長とか濱家さんですよねみたいな言われた時に、僕なんかカッコつけて、いやちょっと違いますって言ったんですよ。ほんじゃその店員さんが、でも濱家って言われたら嫌ですよねって言ってきたんで、それでもう好感度下がったかなって愚痴を聞いて終わり、はい。ヤバいスタッフたちも嫌いだったのか、ゼロ点。自分はサバイバルでしたけど、木とかそういうので暖とか木を集めたりとか
歩いて探しに行くことはしたいと思う。まともな話をしているがなぜか爆笑し0点。今までだと一番最低が42キロからスタートしてるんですけど、私毎日 L サイズのピザを食べてマヨネーズを1日1本開けるっていうのをやってまして、そしたら2年で40キロ太ることが可能になりまして、ダイエット企画で21キロ痩せまして 100日間で、はいはい、でウエストもマイナス40センチ減って、ビールもともと1日40杯とか飲んでた。一体何の話なのか。いわゆる脂肪。また高評価。釣り大好きだ。はい。幼少期からですか。あ、幼少期からもう父親にスパルタ教育受けて、高校時代も野球部だったんですけど、その学校の隣にちっちゃな池がありまして、あの野球ケースのバット入れるケースにあの釣り竿を入れて通ってました。あの高校入る時の面接にあのこの高校を選んだ理由は隣に野池があるからですって正直に言ったら結構つかみは良かったです。はい、評価は1点。なんかお金がなくてなんかこういう感じでシール作って100円とかで売ってます。なんか先輩のなんかイベントとかもあるんで、イベント用もあるんですけど、普段はなんか自分の妄想のシールを、なんか彼氏が欲しいシールとか、なんか恋愛運をあげたいシールとか作ってる。その駄菓子で料理を作ってあげたりとか、なんだろう、ビッグカツとかあるじゃないですか、はいはい、あれをハサミで切ってご飯にビッグカツ乗せて卵をかけたりすると、もうほんと親子丼とかになったりする。カツ丼じゃないんですね。あ、カツ丼ではない。手先が器用な方なんで、ちょっと頭の方が悪くて、そっちの面ではちょっとまだ自信があるかなと。マフラー編んだりとか。あ、マフラーとかも好き。そうです。吉松ゴリラです。僕は、もともと刺し歯だったんですけれども、それが外れてしまって、お金がないので、今消しゴムを詰めて5年間生活してます。前はですね、ここですね。はい。それ消しゴムなんですか？あ、消しゴムです。はい、あ、なんで一瞬で前歯消せます。あ、はい。ほぼこの話だけで終わり、差し歯で2点。この1日目のオーディションを受け、ようやく企画が決定。それは美女10人が10日間サバイバル生活をし10キロ太れるかというもの。だがここである問題が発生。実はこの1ヶ月前からヤバいスタッフたちが現場ロケ班を行っていたのだが、1ヶ月で探してきたのは一箇所。しかもそこは食材がほとんどない山奥だった。そのためロケ開始を2週間延期。急遽ロケ班を再び行ってもらったが、結果ヤバいスタッフがロケ現場に決定したのは最初に見つけた食材のない山奥だった。これはヤバいということで、急遽ナス D がそのことには触れず、ロケがうまくいくように出演者にちゃんと説明することになった。今からここに10人の選ばれた美女たちがやってくるんですよ。どうして今回そんなにニヤニヤ。いや大変ですよこれ。浮かれてくるでしょうけど、ここに実際行ったらもうポキーンって折れる可能性があります。1時間で。ちなみにこれ僕がやってるわけじゃないんで、この番組は。だ、僕はそのこの番組に完全に自分で演出しているわけじゃないんで、オーションで選んだ人を客観的に見てるだけなんで、折れた時に今入れとかないと、ヤバイバルっていう番組のスタッフはめちゃくちゃ全員若いんで、結構な事故を起こすと思うんですよね。このまま行ったらもう1時間でみんな帰っちゃったりとか、初日に逃げたりしたらタレント生命終わりますからね。勝者が絶対嫌だっていうキャラ以下引いた上でひっくり返すことになるから、相当バリ切るんです。それはないように、とにかく最後までやれるようにってことです。いやでも素晴らしいですね。僕は本当ですか。いや素晴らしい。テレビは絶対自分目線になっちゃダメです、はい、自分のためには絶対いらないです。若い人が全員になっちゃう。両方ともが損してるっていう。テレビ的にも数字も取らないし、関係性もできないし、その子も売れないっていう、なっちゃう。ともみさんだったらこのオーディションとか見る際どういうところを見られるんですか。まあ、こうオーディションを受けてるじゃないですか、はい、その時その人の顔をこう見るんじゃなくて、その人の背景に視聴者が何万人もいる。視聴率 1% 100万人なんで、100万人いるという前提で、その方の奥に視聴者がいるとして、その人見たいかどうかで判断します。
自分が、あ、この人と仕事したいなってもう一度取っちゃダメなんですよ。視聴者は誰を見たいか。やっぱこういう経験は多いですか、オーディション。ずいぶん前じゃないですかね。こういう番組減りましたよね。何百人も事務所から人を集めて、その中からスターを発掘するとか、無名でもいいからキラッと光る人を見つけるとか。基本今は売れてる人を使いますからね。数字が見込めるんで。同じ人ばっか出てますよ。本当同じ魅力的で、誰が見ても見たくてっていう人が代表で出てきて、その人がもう常に出てると。視聴者からするとそんなよく名前知らない子いらないよってなりますよね。大型オーディション1日目、59人の中からまず選ばれたのは3人。ここまで番組の裏が見せたかっていうぐらい見せますよ。1人目の合格者がやってきた。池田ゆっ子です、よろしくお願いします。すいません、不安に思ったことありますか。あ、え、全部。あ、全部ですか。サバイバル的なことをするっていうことしか聞いてないので、はいはい、具体的な情報が何もないままできますと断言はできない。美女が10人集まって10日間サバイバルをするっていう枠なんですよ、はい。まあ、でもやるのはやる方向、それとも今日はお話を聞いてやるかどうかみたいな、はい、あ、そうですね。あの一緒に同行される方もいるんですよね、スタッフさんで。ディレクターはこの若者たちが多分行くと思うんです。若者たちが、まず信頼関係が別にできてないじゃないですか。そうなんですよ、ね、できてない状態で、うん、じゃあ一緒に行って、はい、どうぞって言われても、うん、ガチはガチなんですよ。なるべくガチンコで全部取っていく、はいはい、だから逃げなきゃ全部ストーリーになって面白くなっていって、うん、一番できそうないじゃないですか。で、前のオーディションも一番やる気がなかったじゃないですか。そうなんですか。僕は見たの、まあ、本音は最後までいてほしいなと。まあ、それでもほんまに嫌やとかだったらちゃんと話し合ってどっかでリタイアっていうのはあると思うんですよ。目標としては10日間で全員で10キロ太るっていうのが。太るんですか。10人で全員で10キロなんですよ。でも食材がない状態でスタートするのに10キロ太るんですか。そうなんだ、相当厳しいんですよ、はい、すごい苦しい思いをさせる番組ではないんで。だそんな中でも一番やる気なさそうだった人が実は最後火起こしできるようになっているとか、やり続けることによってどう変わっていくかとか、まあ、変わんないのかどっちでもいいんですけども、池田さんのイメージで言うと最後までいたら、まあ、泣いても笑っても怒ってもそういうストーリーになっていくのかなっていう。だからいなくなっちゃうとどうしても救いがたくなるっていうとかが、やろうと腹くくってきてもらうといいかなとは思う。前のオーディションとかのやる気ないって感じとかあえて放送すると思うんで、そんな人が出てきたんだ。でも本当は最後まで言ってもらうと感動する人もいるし、逆にその気持ちを分かる人っていっぱいいるから、そういう人が最後に何を感じたかとか、謎の絆が本当にできたのかできてないのかもちょっと面白いと思うんですよ。振りが前のオーディションの時に撮れてるんで、やらせなしでガチでやりたいなっていう、このご時世なんで面白いかどうかとかっていうより、ガチンコではやったっていうのは最低にやりたいな。お風呂はないと思うんですけど、トイレもないですか。トイレはあるんですけど、はい、汲み取り式みたいな古いやつで、テレビってトイレとほとんど触れられないんで使いようもないんですよ。トイレ困ったみたいなこと。風呂自体は川があるんで火がつけば作れるんですよ、お風呂って。入ってもらってもいいんですけど、 そんな感じのレベル、はい、駅のトイレも使えないんですけど大丈夫ですかね。僕はインドとかネパールとかトイレもないものなので、僕は慣れました。大地さん、川の水洗うってやっぱちょっと厳しいですね、実際は。川の方がいいです。女性のスタッフが一緒に行くとかやり方考えればいいんで、そこは信頼してもらった上で、川でお少し見たらすごい気持ちよかったとかってあるんだったら言ってもらっといて、そんな空気感で撮影できたらいいなとは思ってはいて、はい、あのオーディションでやりましょうってなると思ってなかったですね、きっと、はい、ちょっとあれですか、まあ、なんでだろうってずっと思ってます。あ、こういう人が10日間いて10日後にどうなってるのか見たいなと思ったの、マネージャーに言われたんでってはっきり言ってる人は、まあ面白いですよねとか、視聴率とかっていうより視聴者が見て印象残るもんだったりとか、その人がどんな人でどう変わっていったかとかみたいなのが見せれればいいなと思ってはいるんですよね。だ最悪本当にきつかったもん、やめますっていうのはありはありなんですよ。今の自分の素直にあまり飾らずそのまま10日間過ごせたら面白いと思いますけど、はい、大丈夫だろうって、はい、前のオーディションの時もうちょっと元気でしたけど、はい、大丈夫ですか、もう地獄みたいなこんなの貼ってみたいなってなんですけど、そうですね、やっぱどうしようかなっていうのもちょっとあります。いや、頑張ろうとは思いましたけど、じゃあすごいやりたいのかって言われたらやりたくないって。そうですよね。
ちゃんと友がやってやんなきゃよかったと思うことはないとは思うんですよね。絶対プラスになるかなと自分は思います。ディレクターとしてできない人ってできなくてもらえるし、できたらみんなすごいねってなるし、すいません長々と。はい、いえこちらこそ。でもしどうしてもやめるわって、はい、今日夜になったら言ってもらえれば分かります。それで習字で意気込みみたいな、これどういう気持ちなの？混乱している。ああいろんな気持ちが今ちょっと入り混ざっている。10日間そこである体力的な不安ってことですか、それともタレントとしても不安なんですか？どっちもあります。正直このどうなんだろう、この10日間をやって、じゃあ何か自分が変わるのかって言ったらどうなんだろう、なんかプラスになるものどうなのかな。テレビだけで言うときっと10日間過ごして得るものはめちゃくちゃ多いと思います。私がやった仕事の中で一番これは大変やったっていうナンバーワンって何ですか、今までやった番組でもイベントでも何でもいいですよ。2週間ぐらいでフォークボールをマスターしてこいっていうのを体験でした。なんで野球できるんですか？全くできないです。投げれました？投げれました。1球目で打ちました。誰のところで習ったんですか？いや全然あの野球が上手いおじさん。そのおじさんプロ野球選手ですよね？あ、違います、違います、ちょっと上手いおじさん。それと別で、はい、ちょっとよく分かんないおじさんとなんか、ま、たおじさん、ガチでデートをするみたいな企画は精神的に一番辛かったです。3回ぐらいやりました。そのおじさんとですか？同じおじさんと。すいません、いやこちらこそありがとうございました。大丈夫ですか？あの潔癖症な人っていう募集の要項だったので、はい、あ、ぴったりと思って、今日は余計不安かもしれないですね。実際に行かなきゃいけないから。そうそう、前のオーディションの時はもう決まらないからいいやと思って、いやどうせ行かないからいいやっていうことですごい文句言って彼女やばいな。これ彼女やばいですね。やばいですか？ええ、業界歴26年のナス D にはこんな疑問が。そう飛びびってたじゃないですか、なんかもう目が。いやあれほんまの演技なんですか？演技なんか分からない、もう泣きそうな顔してたんで、ずっとあの不安げな表情が演技。そうは見えなかったが、ナス D が感じた違和感とはっていうのは、通説ありますんでね、このオーディションって泣いたら撮らないっていう、泣くと完全にこれ作ってきてるから、でそんなことはしてもらわなくていいっていうのもあるんですよ。池田さんね、泣きそうなんですよ途中。いやでも泣いてはいないんですよ。いや不安でなのか、でも俺が話してる内容が、池田さんこれやんなきゃいけないよ、これ絶対やった方がいいですよじゃなくて、やめていいですよって言ってる時に泣きそうになってたんですよ。だからもうポイント違うから。果たしてこの予感は当たっているのか。いやいや、すごく。続いて2人目の合格者、高野桃子です。お願いします。お願いします。詳しい内容は全く聞いてないんですけれども、はい、あの命さえなくならなければもう何でもやらせていただきたいなと思ってます。本当にすごいガチンコで10日間女性がある山小屋に来て、はい、自分たちで取ったものを自分たちで調理して食べるっていう企画なんですよ、はい、その10日間の中で全員で10キロ太れたら賞金が出るっていうことなんですよ。一応調理器具とか小屋があるんで、小屋に入ってはいるんですよ、はい、小屋に寝袋がその12分あるんで、だからすごい過酷なことをわざとさせようとしているっていうよりは、はい、半端に何も知らない女性がそこに来て10人で、うん、試行錯誤しながら食材を取って生活すると、うん、で1キロ太るっていうよりは本当に我慢ゲームになっちゃうと面白くないんで、健康的になって終わってる方がいいかなっていうので、うん、なるほど。他の番組と違ってやらせとかは一切ないんで、はい、で一応トイレはあるんですよ。すごい綺麗なトイレではないんですけど一応あって、はい、当然トイレは別に撮影することはないんですけど、でそこ嫌だったらもう外でやるしかないんですけど、どっかで隠れて、うんうんうん、お風呂は入りたかったら、はい、自分たちで沸かせばあるっていうことです。川で、はい、あのバシャバシャ洗うみたいな。でもいいし、でもいいんですか？でもいいです。川あるんで。わかりました。川でやってもらっても全然大丈夫。川でやってもらってもやってもいいんですね。もちろん。ちょっとやってみたいっていうのはあります。ああ、はい、川で、はい、はい、川の、はい、キャンプは、はい、結構行ってたので小さい時に、はい、食べ物を取って調理するっていうのも全部自分たちで考えたものを作っていいんです。そうです。本当にあの食べれないものがないので、はい、何でも好きなので、はい、まあ、毒味担当みたいな感じで、はい、取れた例えば雑草みたいな葉っぱみたいのが食べれるのかっていうのはやらせていただきたいですね、はい、まあ、あんま普段こう食べてない、はい、でも食べれそうっていうものはちょっと挑戦していきたいなっていうのはあります、はいはいはい、料理はしてみたいですね、うん、
エキゾチックアニマルとか爬虫類のリポートやらせていただいたんですけど、そこで結構あのゲテモノの食リポをさせていただいてて、はい、まあ、ザリガニの肉とかワラスボ、カエルは食べたことないんですけど、はい、もし取って食べていいのであれば、はい、昆虫食っていうのもあるじゃないですか、はいはい、そういうのもちょっと作ってみたいなっていうのそうですね、はい、虫料理っていうのもやってみたいですね、はい、この時期だとカエルの卵があって、はい、その中にオタマジャクシ入ってるんですけど、うんうん、食べれるんですよね一応。あ、食べ、そうなんですか。あ、食べてみたいです。それはノングインレイとかもいるんですかね。ノングインレイってあの竹の中にいる揚げて食べたんですけど、すごい美味しくて栄養価が高いんです、太るかなと思います。まあ、なんか外で寝るときにこうどうしたら暖かいのかみたいな検証っていうかチャレンジはしてみたいなっていうのはあります。はいはいはい、本当は動物がいるんだったら食べてみたいなっていうのはあるんですけど、はい、殺し、はい、取ってやっても大丈夫なんですか。はい、あ、はい、そうなんですか。多分取れないと思うんですよ、銃ないと。そうですよね、銃は使えないですよ、ね、銃かよほど罠ね、詳しくないと。石投げたら取れるんですけど、鳥は本当は肩そんな強くないですもんね、きっと。そうですね、でみんなが食べたくないって言っても自分で作って、ね、食べちゃっていいんですよね。いい、はい、結構なんか何でも食べてみようよっていう感じで行くと思うんですけども、はい、はい、普段食べれないものを食べたいっていうのがありますね、はい、虫とか、うん、割り切ってドキュメンタリー風に撮っていこうって話になっているんで、うん、スタッフ側から何かこれしましょうとあんまりなくて、はい、これをやってくれたことが全然ないっていう、ね、基本的にそこで生活しててなんかちょっと歩いてどっか行くとか何をやるかっていうのも自分たちで決めていいんですか。そうそうです。なんか肝試しとかってできないですか。ああ霊みたいなもの見えるんですか。ああ見えないんですけど、ああ見てみたいなっていう、はいはい、あ不安なこととか、うん、全然楽しみ、楽しみですね、はい、楽しみの方が大きい、大きいですね全然、はい、合ってるかな。根性は何でも挑戦していくにも絶対必要だし、はい、もうここがしっかりしてないときつくなってきちゃうんじゃないかなっていうのはあるので、はい、はい、根性で。すいません、ありがとうございます。はい、全然やばくないなこの人。あ、そうですか。まともな人やったな、すごく。今日のこういう事前にルールを説明しますっていう日としては高野さん呼ばなくてよかったですね。何でもやるって覚悟決めてるんで、逆にやばい場ではないですね。ヤバイバーではないんですか。ヤバイバーっていうのはそういうことじゃないんですよ。違うんですよ、定義が。彼女がヤバイバーになるとしたら本当動物仕留めなきゃダメですよね。言っている通り鹿とか行っちゃって、だからハードルがやっぱ高いんですよ。高野さんは基本的に何でもできるじゃないですか。だから、まあ、できた時の感動が少ないんですよ。だから大変さん、全然できない人は頑張ってやるから感動がちょっと大きく出るっていう。池田さんとかは一番簡単にヤバイバーになるんですよ。彼女10日間行ったらもうヤバイバーなんで、何か一つ自分がやったことないことにチャレンジして成し遂げて自分だけがすごい高揚している状態がヤバイバーなんですよ。だとすると高野さんがヤバイバーになるにはものすごいハードル高いですよ。虫のリポートしたりとかして、ある程度そういうものも食べたりしていて、テントとかで生活しているじゃないですか。根性も多分あるんですよ普通に。真人間なんですよめちゃくちゃ。言ってることに嘘があんまないんですよ。ヤバくないんですよ別に。好奇心旺盛な綺麗な人っていう感じですよね。やばくないっていう。初日のオーディションで選ばれた3人目の合格者は、お願いします。お願いします。お茶です。お願いします。お願いします。女性10人で10日間っていうことなんで、やることをちゃんと説明しとこうと。美女10人ってことで、はい、ありがとうございます。はい、本当にガチンコで10日間やると。はい、食べ物以外だったら持ってってもいいものは。あ、何か帽子とか、はい、サングラスとか、はい、なんかおしゃれし、あ、確かにおしゃれしたいですもん。そうですよね。はい、確かにそうです。多少は。はい、お風呂も本当入りたかったら、まあ、川で入るか、うん、川から水汲んできてドラム缶みたいなところで沸かすか、火を沸かすかどっちかなんでしょう。はい。大丈夫ですか。やってみたいです。入るか入んないかもお任せします。うん、他なんかありますか、やってみたいこと。今あんまり想像ができてなくて。はいはい。そうですよね。はい。だからできるのかなと思う。オーディションの V 見て。いや、でも気持ちとしては全然楽しそうだな、余裕って思ってますよ。はい。10キロですよね。10日間で10キロ太らなきゃいけない。1人1キロ、うん、結構自信ありますか、その10キロ太れる。
そうですね、1キロ2キロとかだったら結構体重の増減は自分で体作りではやってる方ではあると思うんで、まあ、ただ整った環境下でそれをやってきてるだけなので、そうじゃないとこってなるとなんか動かないとか消耗しない方法をちょっと考えてかなからやんなきゃいけないのかなっていう。女性10人だと10キロ太るのって厳しいんで、物資みたいなのくれるんですよ、なんか欲しいもありますか、届くとしたらこういうのが来ると嬉しいなっていう。小麦粉、お醤油、米とかですよね、お菓子とかでよく食べるものってありますか。食べっ子動物、寝起きと寝る前にいつも一袋食べてます、寝る直前に食べてるんですか。血糖値上げてちょっとテンション上げてカッて寝たらいい夢見れるんですサバイバル中がカメラが割と、まあ、ずっと回っている状況ではあるんですけど、ずっとオンというかテンション高くいてくださいっていうわけではないので、わかりました、大丈夫です、あの嘘はつけないタイプなので、まあ、女だけでいたら普通に喧嘩になっちゃうと思う。あ、そうなんですか。で、はい、なんか動物的に女性って共感ができないんですって、脳がちょっと違くて、だから話がすごい重なってくって、言葉でいろんな情報を交換してって共有していくって生き物みたいなので、まあ多分喧嘩はすると思います。そういうの詳しいんですか。ちょっとなんか脳の作りとか勉強するのが好きで、なんでこんなに女って喋るんだろうと思ったら、オーディション出て番組側からお願いしますって来たよって聞いた時どう思いました。え？今のですか。はい。え、決まったんですか。そうそうそう。え？順に決まってるんですよ。行くんですか。そうですよ、行かない感じで話しました今。はい、ちょっと待って、え、今気づきました。行くんですね。私行きます、行きます、行きます。はぁ、あ、すみません、すごい汗かいちゃった今。そうですね、結構余裕だったんです、だから行くかどうか分かんないから。そうなんですよ。あ、いや違う、大丈夫ですか。行きましょう、楽しそうじゃないです か, ですか。今テンション上がった。はい、ありがとうございます頑張ります、イエーイやった。え、行くんだよね。知らない自分を見てみたい。基本的にあんまり物事を考えてないので、はい、その場の自分の感情に素直に生きれたらかっこいいんじゃないかなっていうふうに思ってて、かっこつけないのが一番かっこいいなって私は思うので、はい、秋さんみたいな人が10日後までちゃんと残ってて、そこの変化って勝者は感動できると思います。やりそうないから。そうですよね、やりそうない人がしんどいけどちゃんと10日間いるといいっていう、うん、います、います、すみません、なんとか帰り方きっと分かんないでしょうし、自分そうだ、もう帰ってもらっていいですか。もう帰ってきてもらえばその場合、まあ、最終的に10日目に行ってほしいっていうはい、たまに本当帰ってこなくなる人がたまにいるんですか。でもそれはちょっとかっこ悪いんで、そうなんですね、やんないですね。ありがたいんで、あんな山奥で生活することってもうできないじゃないですか普通に、はい、絶対面白いじゃないですか。そうダサい自分も出るし、はい、ね、いやすごいみんなで仲良くとか団体行動とかってどうやってきてないので実際わかんないんですけど、あの思ったことすぐ言っちゃうので相手の懐には思いっきり入るタイプだから、そこはあんま自分心配してないですね。ロケに向けての抱負というか意気込みみたいな感じ、何でもいいですか。何でもいいですよね。ちょい、あ、英語なんですね。その場その場での環境でいろんな気づきとか見つけて生かして循環していければなって。すいません、ありがとうございました。え、本当に行くの。ほら、脇田は嘘つけないから、はい、あんまり細かい話とかは、あ、しとくと正解。すいません、ちょっとびっくり、なんとなくは、なんとなくやんわりふんわりは話してるんですけど、やった、超嬉しい。そうやばいな、あれ完全にダントツやばかったな。何も分かってない。何も分かってないとか、行くこと分かってなかった。どうでしょう、彼女のあのヤバイバーのフォシップはどうですか。素質あるあるでしょ。だって英語やもん決意表明ジョイってうまくもないねんちょっと思ったのあるんですね、土屋アンナさんに、ね、みんな思ったと思うんですけど、土屋アンナさんってできるからあんだけ喋っていて、だけどあの人できないんですよ、わかります、うん、でやばいんですよやばいな、いい方向にやばかった、ちゃんとやりそう。でもやっぱ正直言うと綺麗な人やったよな、めちゃくちゃ、うん、
ああいうかっこいい子がヒマラヤロケ行って、はい、あの防寒具着てパーンって雪山立ってのパーンって浮かんじゃって、いやないよ、はい、あのああいう山の上にパーン立ってて、もう立ち姿がかっこいいやろなと思っちゃって、多分この企画脇さん向いてない。本当はもう海外でバーンって行けば、まあだからそういうのを応援すればまた違うようにできるけど、これは多分出てこらへんと思うね、グイグイと。あの性格って、10人のうち3人が決まった。しかし彼女たちが向かうのは食材がほとんどない山奥。一体どうなってしまうのか。残る美女は7人。ナス D の大発掘、ヤバイバーを探せ。次回もお見逃しなく。